ピーの十和田は田沢とともに世界に名を得し誇り残す山水皆これ死の国ありがとうございました。先日ご逝去された湘南ベルマーレオリベイラ選手に対し黙祷を捧げたいと思います。皆様ご起立ください。黙祷。ブラウブリッツアキダのピットオフに新開始です。こうして秋田が一体になれば目標は必ず叶う、それを示した今シーズンだったというふうに思います。このピッチから挑戦する文化を秋田に、来年もぜひご支援ご協力そして熱い応援をよろしくお願いいたします。今シーズン本当にありがとうございました。今日の敗戦、応援にもかかわらず負けてしまい申し訳ございませんでした。自分の力不足です。ですけれども、もう一試合あります。そこに向けてチーム一丸でやり返したいと思います。秋田の皆様、どんな時も選手クラブを支えていただき本当にありがとうございます。スポンサーの皆様、ファン、サポーターの皆様、かけながら支えるボランティアスタッフの皆様、本当にありがとうございました。選手はひたむきに助け合って日常を全力で練習してくれました。挑戦する、でも失敗する、くじけないで助け合ってまた挑戦する、その姿が本当に素晴らしかったです。これからも前に挑み続けるブラウビッツ秋田をどうか応援よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。本日もスタジアムまで
足を運んでいただき誠にありがとうございます。今年の目標であった J2 残留達成することができました。1年間ひたむきに泥臭く秋田一体となって戦ってきたこの仲間たち、このメンバーを僕は誇りに思います。そして何よりコロナ禍でありながら手拍子や太鼓や拍手などで応援してくださった皆様、本当にありがとうございます。最終戦がまだ残っています。ぜひ現地で、そして秋田で応援してください。最後になりますが、スポンサーの皆様、ファン・サポーターの皆様、ボランティアスタッフの皆様、ブラブリッツ秋田に関わる全ての皆様、本当にありがとうございました。そして来シーズンもぜひブラブリッツ秋田をよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ブラブリッツ秋田を、卒業することになりました。振り返ればどこから、話せばいいか分かんないくらいに、このチームではたくさんの
嬉しい思いと悔しい思いと、いろんな感情を持ちながらこのチームでプレーしました。僕がここに来るとき、まさか J3 で2回優勝して J2 の舞台で戦うことができるなんて正直想像はしていませんでした。僕自身今シーズンはピッチの上で皆さんの前で活躍するところはお見せできませんでした。でもこのチームが、このチームから学んだことを6年間ピッチの上で体現したってことは自信を持って言うことができます。今こうして大勢の方の前で堂々と話すことができるのもこの6年間があったからと自信を持って言うことができます。この6年間で学んだことを僕は絶対に忘れないし、これからもアキタスタイルを胸に人生を歩んでいきたいと思います。本当に6年間応援ありがとうございました。そしてまだチームはこれからも戦いは続くので、引き続き応援よろしくお願いします。ありがとうございました。